ダービド、フェレンツダービドフェレンツは、キリスト教の神学者。ハンガリー人なので、正のダービドを先に書く。トランシルバニア公国のコートコロジュバールのザクセ戦系の家に生まれ、生まれた時の名前は、フランツ・ヘルテルだった。ハンガリー王国が三分裂した時に、ハンガリーの継承国家として存続していた、トランシルバニア公国のコートコロジュバールに生まれた。 1564年からは、ヤーノシュ・ジグモンド校の宮廷牧師。1568年には、トランシルバニアで、ユニテリアン教会の創設者。ハンサミ一体論の恩賢派、ジョルジオ・ブランドラタと対立した。1579年トランシルバニア公、バートリクリシュ等フにより告訴され、信仰のために、終身刑を宣告され、デーバ城の牢獄に投獄され、 同年11月15日病気で死亡した。ミカエル・セルベトゥスは、三位一体論を否定したが、ダービドは、キリストの神聖を否定している。ダービド・フェレンツ。ありがとうございます。